2009年イギリス GP2010 年イギリス GP 富澤康成は千葉県朝日市出身のオートバイレーサー2008年の全日本ロードレース選手権 250CC クラスシリーズに2009年から2010年までロードレース世界選手権に参戦した1994年3歳の時にレース活動を開始する同じ千葉県出身の中上隆明とは ポケバイ時代からのライバルであった。2001年からはミニバイクレースに転向する。2006年には全日本ロードレース選手権の 125cc クラスにデビュー。全6戦中5戦で表彰台に立ち、シリーズ2位に入り、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。この年のチャンピオンは中上隆明だった。翌2007年には 125cc クラスと250。 CC クラスのダブルエントリーに挑戦し、それぞれシリーズ3位、8位に入った。2008年は 250cc クラスに集中し、シリーズ2位を獲得した。2009年3月に、千葉県立捜査高等学校を卒業。フランスの元 GP ライダー、アラン・ブロネクが率いる新興チーム CIP 元、GP250 から、ロードレース世界選手権 250cc クラスにで、 フル参戦デビューを果たした。バーニングブラッド製のフレームを搭載する、ホンダ RS250R を借り、第2戦日本 GP と最終戦バレンシア GP で、ベストリザルトとなる10位を記録、シリーズランキング17位の成績を残した。2010年も、同チームに残留し、250cc クラス後継の、元にクラスに参戦。 ホンダからスッターへの乗り換えとなったが、プレシーズンから高パフォーマンスを見せた。そして迎えた、元にクラスの初レースとなる開幕戦カタール GP9 番グリッドからのスタートとなった富澤は、オープニングラップで5番手に浮上し、上位争いに絡むと6ラップ目にトップへ浮上。そのまま譲らず、3戦19戦目にして初優勝を飾る。 それまでのベストリザルト10位を大きく上回る大躍進のレースとなった。続く第2戦スペイン GP では自身初のポールポジションを獲得。だが決勝2周目の第6コーナーでトップを走っていたシモーネコル氏と接触し転倒。その際にマシンからオイルが漏出し後続のライダーが次々と転倒したことでレースは赤旗中断となる。 しかしその後の再レースには無事出走し再び友情争いを展開2戦連続の表彰台となる2位を獲得したその後のヨーロッパラウンドは他者とのクラッシュやマシントラブルなどもあり思うように結果を残せないレースが続いたがそれでも第4戦イタリア GP では最後まで2位争いを演じたり第10戦チェコ GP では 自身二度目のポールポジションを獲得するなど前年を大きく上回る存在感を見せるパフォーマンスを発揮していた。地元日本 GP を1ヶ月後に控えた9月5日、ミサノで開催された第12戦サンマリのグランプリ、予選の調子はまずまずといったあたりで、トップから0.787秒差の8番グリッドにつける。迎えた決勝では抜群のスタートを決め、 すぐさま序盤から激しい優勝争いを展開。4周目にはトップに立つなど、素晴らしい走りを見せた。だが4番手を走行していた12周目の第11コーナーで、右コーナーアウト側の縁石に深い角度で入り込んだ。再、縁石外側と人工芝の間で、スリップダウンを起こし、200キロを超えるハイスピードの状態でコース側に点灯する。この時すぐ後ろを走行していた。 アレックス・デ・アンジェリスが、富澤の体に乗り上げると共に倒れていたマシンと激突し、さらに後ろにいたスコット・レディングも、富澤の体に乗り上げ転倒し、後方2台を巻き込んだ多重クラッシュとなってしまう。富澤は、コース上に投げ出されたまま横たわり、すぐに、サー・キット近郊の立町根市内の病院へと搬送されたが、現地時間14時20分に死亡が確認された。 詳細な死因は明らかにされていないが、治療を担当した医師が記者会見で語ったところによれば、転倒直後にデアンジェリスとレディングのマシンが高速で衝突したことによる大動脈破裂が直接の死因とみられている。サーキット内のメディカルセンターに運ばれた時点で、心臓に血腫が確認されたほか、病院搬送後に心筋にダメージを負っていることも確認されたという。 また遺体を確認した関係者によれば、頭部への外傷はなかったものの首、肩、腰、大腿骨などを骨折していた模様。イコールコンディションに近い新設クラスでの初、ポールポジション、初優勝と才能を開花させ始めた矢先の出来事であった。またこの前日には、チームとの契約延長に合意し、元2クラスに、翌年も、継続参戦することが内定したばかりだった。 元にクラスでは富沢が使用していたゼッケン48を永久欠番にすることを決定し、富沢が出場するはずだった日本グランプリ開催中の10月3日には現地で追悼セレモニーが行われ、富沢の両親にゼッケン48のメモリアルプレートやこの年のチャンピオントニエリアスの発案でベストプライベーター賞に当たるミシェルメトロートロフィーなどが贈呈された。 ポイントランキングでは、それまでに獲得していた82ポイントが適用され、最終的にランキング13位となった。中学生時代から木村カエラの大ファンであることを公言している。本人曰くファンというよりは、初恋相手とのことで、周囲のレース関係者にも、レースで優勝したら、カエラに合わせて欲しいとお願いすることが多かったが、自己死により叶なわなかった。二0 1年六月に、 彼らが結婚を発表した際にはかなりのショックを受けたという。また自らの愛用するゼッケン番号48のつながりから AKB48 も気になっていたという。2010年の日本 GP では富澤が AKB48 の中でも特に好みだという板野智美が富澤のグリッドガールを務めることが決定していた。ゼッケンの48は自身の名前である 塩よやから、ありがとうございます。